じゃーん。今日ね、今日もね、薄いですか、顔面。なみくじ。そう、でもここ寝癖なんですよ。寝癖いるんですよ、ここに。隠して。ちゃんと隠して。リップも薄いんです今日。マスカラはちょっとね赤いんです今日。赤目？わかりますか？わかりません。わかりません。寝起きじゃないよ。今日はずっとあれを見てました。 M見てました。浜崎あゆみさんの愛すべき人がいての続きを見てました。4話から止まってたから、ん？止まってたから見てました。そう、最近ね見てる、いろいろと。鬼滅見終わったんですよ昨日。昨日見終わって、で今日休みだったからM 見ました。見終わりました。いろいろと見終わりました。見終わった見終わった見終わったよ鬼滅。はい、そう、プリプリの絵じゃないです。絵わかんない。ジュリアンならわかるけど、ジュリアン。そう、映画見に行かなきゃですね。いつ行こうって思ってる。休みの日に行こうかな。ファンクラブ候補1は持ってるんですけど、2まだ見てないんですよ。だからね、2、5まだ分かんないです。分かんないですね。そう、行こうかなって思ってる。でも14からなんかもらえるんですよね。でも別にそれ欲してないからなと思って迷ってます。うらうらしないからあるらしいですね。カホも何書いたか覚えてないや。何書いたか覚えてないけど、多分丸顔で、あの髪の毛がくるるんってしてて、あのショートで笑ってたら多分それは私。顔？顔の絵だったら多分そう。だから休みの日に行きます。なんかその14日からのやつがあったら、また多分来る人増えるだろうなと思って、そう、空いてる時に行きたいから、もうその前に行こうって思ってる。明日お仕事です。今回動物、動物何書いたっけ、動物何書いたっけ、書いたっけ、書いてないかも。か、書いたっけ、記憶がないです。記憶がね消えるんですよすぐ。ハンカチまで見に行ってね、持ってくね。そう、記憶があんまりないんですよ。ちょっとでも見たいですね。うん、続きは気になる。でもいろいろキャラ出すぎてちょっともう分からんけど。うん、分からんけど、カホはユシロウさんが出るならいいや、見よう。あ、縄跳び、あのテレビブロスさん、ぜひいいね。は、今日はハートが多いよ。あのハートピンクにしてください、ぜひ。青じゃない、青じゃないです。あ、裏返しても多い。あ、この爪をさ、じゃ指をさ圧迫すればほらハートがピンクになります。じゃーん。
ください。そう考えることが、そう圧迫してまだピンクにしました。キュンです。こっちの眉毛が微妙いな。でもこれジェルネイルなんですよ、あのライトでシャッ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 ってしてめるやつ。あんまり見てる人少ないのかな、なのかな。でもさって読んで閉じちゃう人が多い気がするから、ぜひそのハートをピンクにするっていうね、ひと手間がね、あのちりつも山なので、ぜひピンクにしてください。このね、このルームのね、ハートもね、ピンクにしていただいて、チルツルーム山ですよ。白いけど、なんで？なんで白いのよ。ピンクにしてよ。ピンクにしてくれよ。ピンクにしてください。キュンキュン。お腹すいたな。ご飯まだかな。まだ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 よ。お腹減った、お腹減ったよ。お腹減ったよ。おめでとう、メール来た。おめでとう、受けたね。受けたね。そう、メールの返信で、誕生日メールに返信してくれると、件名が受けたねなんですよ。だから、その受けたねのメールに返信が来てると、あ、この人は誕生日のメールが届いて、誕生日のメールに返信してくれたんだなって、わかります。ちょいちょいいる。でも最近多かったかな、最近多かったかも。最近って言っても10月11月多かったかもしれん。うん、お腹すいた。ピン。チリツモ山、なんかチリツモってさ、ちょっとかわいい、かわいがないじゃん、かわいがないじゃん、だから山まで言うの。チリツモ山です。あれ、今日さ、あ、ここだ。コンタクトしてないから見えないんだ。そう、これを手に入れた。そう、これを今ね、ちょっと探してたんですけどね、どこに置いたっけと思って見えなかった。キャー、裸眼だとどれぐらいなんだろう、 0. どれぐらいなんだろう、 0.3 とか。嘘かな、それは、それ嘘かな。ヒンヒンヒン、ああ、0.3、 うん、 D とかぐらいです。あのこうやって見るやつ、 D ぐらいだと思う。じゃあ目が青く見える。嘘、ほんと、なんかメッセージ読みたいなのね。ここまで来たらもうわからん。メッセージ、ここで読めます。もうね、見えない、ここだと。うん、だからね、近いんですよ、割と私配信だと。
見えないからファーストフード店、それはティリリティリリです。何の曲にしよっかな今日は。今日はモニカないんですよね、多分。うむうむ。何がいいですか？何がいいって聞いといて、いつも歌わないんですよね、それが。それを歌わないんですよね。そういうとこあるよね。私のね、知らない曲がね、多いんですよ。ファンの皆さんが言ってくださる曲って。SKE の曲から探そうか。激しくないやつがいいな。入ってる曲がね、少ないのがね、あれですよね、ちょっとね、ちょっとあれですよね、悲しいですよね。何にしよっかな。おー、強がり時計、 Nice to meet you、夏よ急げ。おお、これ花火終わらない、やりましたね、この間アイアライブで。ほうほうほう、何がいいかな。曲決めるのにこんな時間かかることある？お腹減っちゃった。強がり時計歌えるかな。ちょっと時計近くに置いといていいですか。今9時14分、9時14分です。じゃーん、9日間出ましたね。
時計を止めて、あんなに決心しても崩れてしまうわ気持ち。 Love you, love you, love you。 弱虫時計を止めて、つま先背伸びをしても大人になれない私。 Love you, love you, love you。 人混み何回も振り向いて、あなたが追いついてくれそうで、絶え間なくこの行き前を塞ぎ、歩道を歩きながら、いつしか思い出に凍えそう。降りやまぬこの雪、夜の空を斜めに見上げてたら、もう頬が濡れてきた。歩き出した時間に悔いないけど、なぜ泣けるのだろう。傘とか持ってなくて、このまま悲しみに埋もれそう。わがままなこの雪、空を舞って心に積もるように、今一人きりになる。待ちぼうけをしたって構わないわ、そう思ったのに。これにしよう。じゃあ次、ちょっと暗い曲が、暗い曲？私の好きな曲調の曲がだいたい暗いんですよね。暗いっていうか、なんかなんだろう、低いのが好きです。よいしょ。泣いて涙が、涙がぽよよよよぽよよよんとか言ってたら始まっちゃった。あなたのことをただ見つめるだけで、心が満たされて優しい気持ちになるよ。真夏の夜はそう、恋の放射熱。まだ昼間のキスが唇の上に残るよ。遠い花火見えないのに、音だけ聞こえる。胸の奥に打ち上がったあなたのすべて、愛しい抱きしめられたら、一瞬で燃えて灰になってしまう。
そんな優しくなぜ微笑んでるの。あ、さっきから何も話をしてくれない人。あ、どれだけ時をそう待つつもりなの。立ち上がりその手を伸ばしてくれればいいのに。今日のために着替えてきたお気に入りの服、どこに脱げば蝶になれる。私は羽を広げて抱きしめ輝きながら灰になるのでしょうか。今日まで生きたこと後悔しないから、大事な何かを守っているよりいっそ。低いソファ並びながら体もたれて、愛の重さ感じるはず。私のすべて両手で抱きしめられたら、一瞬で燃えて灰になってしまうよ。私が消えたってそれでも構わない。あなたに触れずに化石になるよりいっそ。続いては何がいいかな。リクエスト、ワルキーはちょっとね、歌えないかな。何がいいかな。テボテボの涙、息できないからな。何がいいかな、何がいいと思いますか。あ、ね、元気なやつだとね、私ねあんまり歌えないんですよ、元気なやつ。そう、今ぐらいのいい具合の
落ち着いた曲がいいです。マンモス、マンモス。バラの儀式。ハヒフヘ。ある？虫のバラードはあれですよ。虫のバラードわかんないかも。残酷な愛という名の儀式
イエーイ。続いては、選んでます。これにしよう。これに金縛りってあるんですか。なんだっけ。じじじじ。アスファルトの熱で街はのぼせて、みんなスローモーション、君の自転車がゆっくり近づく。ワンピースの花が風に舞い上がって、キュンとさせるよ。僕たちは何か始まるのかな。好きなのに知り合って、長すぎる。海へ行きたいって君が言い出すから、友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に欲しいスニーカーの話をしている。横バスが通り過ぎた瞬間、さりげなく君をかばう。僕は不器用だよ、ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極対応、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり暑いだけだ。好きだけど好きすぎて、これ以上近づけない。防波堤の橋、二人腰掛けながら、かき氷食べて剥がし見るとか、こめかみが痛いとか、潮風に吹かれ波を見ていられたら、これもいいかな。君の一番近くにいるんだから、そんな金箔の弱気見透かして、尖らせた君の唇。僕は不器用だよ、出会った時からここで燃えるだけ。じっと動けない、臆病だよ、近くに行ったら大事な君まで消えちゃいそうでダメだ。
好きなんだ。僕は不器用太陽、ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極太陽、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり暑いだけだ。好きじじじ言っちゃうんですよ。そうなんですよ。枯葉ないんですよね、多分。ないよ。あいうえおか。ないんですよ。カナリアならあるけど。カナリアならあるけど。枯葉ないんですよね。金縛りあったっけ？さよなら。あるじゃん。歌えるかな？歌える気がしないけど。好きです、この曲。歌えるかな？やったけど。やった曲なのに。あ、めっちゃジジジ言って。カナリアもね、多分歌えると思いますよ。恋をすると世界が変わる。いつか誰か自慢してた。バラの夢は美しいけど儚すぎる命。誰が悪いわけでもなくて、時刻表の時間通り走り出した思い出たちと頬に落ちた涙。できるなら引き止めて、もう一度ハグをしたい、キスをしたい、甘えてみたい。さよならの金縛り、悲しくて動けない。景色さえもすべて消える。バラはトゲを残したままで、花はどこにもない。
声を出して叫びたくても自由さえも奪われてる。体中を縛ってるのは今も愛のロープ。優しさを見過ごしてもう二度とハグできない、キスできない、甘えられない。弱虫な金縛り、愛しくて動けない、まっすぐに光る線の過去と今と未来。弱虫な金縛り、苦しくて動けない、追いかける力もなく、風が通り過ぎたその後答えがもう見えない。さよならの金縛り、悲しくて動けない、夕暮れの駅のホーム、ドアが閉まる電車。さよならの金縛り、切なくて動けない、あなただけいてしまう。一人忘れられたベンチでぼんやり今見送る。喉乾いちゃったじゃん。セーフないんですよ。セーフないんですよ。悲しいセーフ好きなのになんかあんま。疲れちゃったー。シュートイ聞こえですよね。私も好きですね。エンドロールあるっけ？エンドロールあってもさ、あ、ないね。ないですね。疲れちゃった。疲れちゃったね。何しよっかな。
次で最後にしますね。潮風の招待状、この間歌ったね。潮風の招待状好きだけどな。歌えるかわかんないやつやっていいですか。赤さだな、ハーム。これ歌えなかったらちょっとあれだけど、歌えなかったらあれだけど、私の好きな曲歌えるかわかんないけど、多分歌えると思うけどね、覚えてないんですよね。串にしよう今日。スコップないんですよ。あの、ここ皆さんのパートなんで。皆さん歌ってね。うはぁじゃない、うはぁじゃない。わかんないですよね。横一列の友と手に手を取り合って、生きていけるほど甘くはないさ。光が欲しいなら泥だらけになって、死に物狂いで戦えよ。心が燃えたぎっているだろう、その熱さでいっぱい汗をかけよ。逆風に立ち向かえよ。踏み越えろ君崩せ、そびえる試練背中を向けるな。踏み越えろ壁蹴り飛ばせ、雪のハンマー振り下ろし前進め。本気になったら近づけるんだ。遠慮はいらないさ、仲間はいつだって競って分かり合うライバル。よどんだ空気を入れ替えるんだ、川の水も流れなきゃ濁るだろう。全て捨ててやり直せよ。突き破れ壊せ、目の前の壁穴は開けるんだ。突き破れ道響だけ、雪のハンマー振り下ろし前進め。
じゃーん。ありがとうございました。ゆきのくし、耐熱って書いてある耐熱です、強いです、ありがとうございました。パチ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 、イエーイ、楽しかった。私もありがとうございます。ということで今日はこの辺りで終わりまーす。キューンありがとうございました。はい、ありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございました。はい、ご清聴ありがとうございましたということでランキングを見ます。1位ありがとうございます。2位ありがとうございます。3位ありがとうございます。4位ありがとうございます。5位ありがとうございます。6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。8位ありがとうございます。9位ありがとうございます。10位ありがとうございます。11位ありがとうございます。12位ありがとうございます。13位ありがとうございます。ありがとうございました。ランキング外の皆さんもありがとうございます。今日はいろんなアバターが多いですね。はい、ありがとうございました。たたたたたたたと、ありがとうございました。見てくださってありがとうございました。ゆきのくし、ありがとうございました。チョコ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 、ありがとうございました。おやすみなさいです、皆さん。私はご飯を食べてきます。お腹減ったからね。ありがとうございました。またまたね、また明日。明日は、明日も夜、明日も夜です、明日も夜です。多分明日はそうですね、お仕事して帰ってきてよー、だから10時ぐらい、10時以降ですね多分。はい、ありがとうございました。またねー。